半年続けたアルバイト、ある日、突然シフトの当日にクビと言われて、辞めさせられて、事実上辞めさせられて、後で呼び出されて、退職届出せって、ほざかれて、退職届、自己都合退職でかけって言われたけど、拒否したら、勝手に辞めさせられてた。しかも、 解雇でもなく、解雇予告手当払われたわけでもなく、ほんでしばらくして退職証明書を求めたら、自己都合退職でも解雇でもなく雇い止めだなんてほざかれて、実はその月に即日勝手に除籍されてた。もうこれは完全に不当解雇だから、こういう場合は、もう労働審判、 したり裁判したりして相手を打ち負かすしかないねまあどこかと言ったらどことは言わないけどまあハンバーガーチェーンの M ドナルドとかいうハンバーガーやまあどことは言わないけど319とかいう店まあ誰とは言わないけどアホの Y 下 H 締めというやつがオーナーで誰とは言わないけどアホの Y 先 C 秋 ってやつがアホの店長であとタクヤっていうアホのいじり岡田みたいなビデオ男優みたいな汚いたるんだあのクソボケのタクヤっていうアホの従業員がおる店やってらんないね300万以上を慰謝料を足す損害賠償もらわんかったら気が済まないね 労働審判か訴訟で100%勝たないとやってられないね。不当解雇即日首なんて泣き寝入りできないね。即日首不当解雇なんて絶対泣き寝,き泣き寝入りなんかできないね。泣き寝入りしたらマジで頭悪いよね。マジで頭悪いよね。 少女最高、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 少女最高。やっぱりファーストキスもしていない少女の女の子は梅の花の香りがして可愛いね。